こんにちは、ケイダです。今日はモンストのグッズ紹介します。プチッとフィギュアコレクションボリューム2。こちら第1弾がね、ウリエル、ノンノ、ホーライ、リボン、パンドラ、シークレットでもう1体パンドラがあったんですけども、それの第2弾という風になっております。こちら大好評だったみたいですね。で、今回のキャラはマナ、ダルタニャン、タンポポ、ベンザイテン、カナン、そしてシークレット1体いるということで、これを開けていこうと思います。こちらワンボックスあるんで、合計ね6個入ってるみたいです。だから全部出るんじゃないかなと思ってます。お値段は1つ800円ですね。税抜き800円です。ボックス買いすると6個入ってるんで約5000円ぐらいになるのかな。そんな感じでございます。じゃあ開けていきますね。はい、こんな感じになっております。6パック入ってますね。じゃあ1個ずつ上げていきます。結構ね、僕ちっちゃい時とかね、あのポケモンの指人形とかめっちゃ買ってましたね。めちゃくちゃ集めてました。スーパー行ったらとりあえずポケモンの指人形買って、キャラを集めて、進化前とかも集めて遊んでました。はい、まずはドドン、これはマナですね。マナが出ました。ちゃんとね、これ台座がついてるんで立ちますね、ちゃんと。ほら、こんな感じでマナちゃんです。商品紹介慣れてないんですいません、ちょっと下手くそかもしれないですけど、マナちゃんでした。ドドン、2つ目いきます。おっと、これはベベン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 財天来ました。進化っすよね、これ。ベン財天進化来ました。ほいさん、こんな感じでございます。ベン財天、後ろとかやばいね、その巻き髪すごいな、これかわいいです。こんな感じになっております。弁財天。そして3つ目、ダルタニャン出ました。ダルタニャン重心化ですよね。ホイサできました。ダルタニャン、ここの後ろのモフモフかわいいな、マフラーみたいな、マフラーじゃないか、モフ。はい、次4つ目いきます。来ましたー、一番欲しかったタンポポタンポポ来ました。ごめんなさい、ちょっとね、タンポポ全然ハマらなくて、とりあえず紹介させてもらいます。はい、こんな感じですね。後ろの羽が可愛いわ、綺麗ですね、この羽、めちゃくちゃ可愛い。はい、タンポポでした。前髪すごいね、バサってなってる。そして5パック目いきます。お、カナン、カナン来ました。カナンいきます。ほいさ、カナンでございます。小人もいるよ。まあカナン結構女性に人気ですからね、よく見るとまあ結構可愛い金髪の少女です。じゃあ次ラスト、シークレット出るんですかね。いきます。アーサーですわやば、重心化アーサーですね。ちょっと開けてみます。やばくねえか、もうエクスカリバーあるよ。できました、ダーダン、重心化アーサー、すごいよ、ほらかわいい。後ろショートカットですね、めちゃくちゃ。エクスカリバー持ってますという感じで6体出ましたね、ちゃんと。はい、そんな感じで完成しました。こちらですね、アーサー、ダルテニャン、マナ、カナン、タンポポ、弁財天です。結構サイズ大きいですよね、こうやって見ると iPhone8 で今回なんで、まあまあのサイズじゃないかな。まあちゃんとしたフィギュアなんで、まあ、部屋とかにね飾るのがおすすめなんですけども、まあ、僕みたいにねこういう職場でも置いとくと可愛いかなっていうところでございます。はい、そんな感じでいかがでしたでしょうか。1パック800円税抜きなんで、まあそこそこするんですけども、まあ、こういう可愛いキャラたちがゲットできるんで、よかったら皆さんも買ってみてはいかがでしょうか。発売日は10月26日の金曜日からというふうになっております。主な発売場所は X ラックストア心斎橋渋谷と、あとオンラインでもやってます、あとセブンイレブンとかローソンの一部店舗で販売しておりますという感じでございますんで、まあ探してみてはいかがでしょうか。はい、それではご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタフォローお願いします。それではバイバイ。